皆さんこんにちは。公認会計士の小林裕二です。本日は法人の節税保険、これについて考えるということで話をしてみたいと思います。本日は法人でね、以前よくその節税ということで売られていた保険商品ですね。これについて少し取り上げてみたいと思います。きっかけはですね、これちょうど日経新聞の記事なんですけれども、節税保険で業務改善命令へということで、金融庁がマニュライフ生命に対して業務改善命令を出したというような記事が日経新聞の7月、7月の15日にそういった記事が載っていました。簡単にこの記事の内容を読みますと、金融庁はね、行き過ぎた節税が問題になっていた節税保険をめぐって、マニュライフ生命保険に対して保険業法に基づく業務改善命令を出したと。節税効果を強調するなど、保険本来のね、趣旨を逸脱する、募集活動を問題視したというふうに記事には書いてありました。ここの中ではね、名義変更プランといったような節税商品が取り上げられているんですけれども、以前ですね、保険の世界ではですね、やっぱり中小企業とかの経営者向けに、節税のために決算対策として保険に入れば税金をね、抑えられますよということでよく勧められていました。皆さんも記憶に新しいかもしれませんけれども、保険の世界ではバレンタインショックというふうに呼ばれておりますけれども、数年前の確か2月の14日に、国税庁がね、その行き過ぎた節税保険について、今までのね、損金参入を認めていたものを、損金参入が認められる要件をね、かなり厳しくしたということで、結構ね、保険業界にはインパクトを与えたと。で、その時には、過去に契約しているものについては訴求せずに、新たに契約するものに対して、その要件を厳しくするといったようなことだったんですけれども、それ以来ですね、節税保険っていうような名目での商品っていうものは、一応ね、この表舞台からは消えたということになっています。実はですね、私も保険代理店をやっておりまして、保険代理店をメインにやってるわけじゃないので、お客様からね、保険の話があった時に、受け答えできるような窓口を作っておくという意味で、保険の代理店をやってるんですけれども、なかなかね、これもね、結構、裏事情ってわけではないんですけれども、厳しい世界だなというふうに思います。まずね、この税理士法との関係で言うと、税理士法人っていうものは、税理士法で定められた業務しかできないので、そういった保険の代理店とかね、コンサル、いわゆるそういった節税商品とか、そういったものはね、なかなか扱えることが法律上できないので、よくね、コンサルティング会社というものをまた別で設立して、そこで業務を請け負うということが、通常なんですけれども、私のところもそうなんですけれどもね。だから税理士法人の他にも一社コンサルティング会社として法人があるんですけれども、この保険代理店っていうのもね、結構この会計士をね、監査法人から独立してからこの世界のことを知ったので、なるほどなと思ったんですが、まずね、この保険商品って法人の営業なんですけれども、皆さん想像して、どういった風な方が保険を売ってるのかなっていうふうに思いません？どういった方がね、保険を売っているのかというところが気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、私もね、全部その業界精通しているわけじゃないので、全部正確ではないんですけれども、やっぱり代理店を通じてね、保険に入ってもらうっていうものが、保険会社がね、保険を広めていくときの一般的なやり方なんだなっていうふうに、独立してから改めて思いました。よく独立系で保険の営業というと、プルデンシャル生命とかね、聞いたことあるかもしれませんけれども、そういった方がヘッドハンティングされて、そのプルデンシャルに入って保険を売っていく。で、そういった方は、いわゆる個人事業主として、本当に完全出来高歩合制で、収入が決まっていくというような世界ですよね。そういった方が、例えばね、中小企業の社長に営業をかけて保険を入ってもらうとか。あとは、私が前、監査で、例えばね、大沢にいた時によく見かけたのは、昼の社員食堂のところの出入り口で、保険のね、多分代理店、あれは外交員として働いている方だと思うんですけれども、出入り口にね、一人立っていて、入ってくる、その職員の人に、保険どうですかっていうような感じで、保険を紹介して、そこで保険契約を取ると。こういったような形で、やっぱり保険会社が自ら動いて、営業をかけるっていうところは、意外と少ないんだなっていうふうに思いました。もちろんね、保険会社の社員の人が営業するってところもあると思うんですけれども、全国にね、やっぱり代理店形式で広げていって、そこから、例えば税理士であれば、税理士事務所に代理店になってもらえれば、その税理士事務所の裏には顧問先がいっぱいいますよね。そういったことで、保険会社の人が自らその顧問先に行くというよりは、保険の代理店となった税理士を通じて保険に入ってもらうっていうところが、保険の広げ方というところで、なるほどなと思いながら感じました。なるほどなと思いながらね、この、保険代理店というところにも入ったんですけれども、やっぱりね、どういった保険会社の代理店になるかによりますけれども、ノルマがあるんですよね。実は私の父もね、昔代理店をやってたんですけれども、やっぱりね、ノルマがすごい厳しいんですよね。保険会社の方は、税理士事務所、公認会計士とかに、保険代理店になってもらうまではね、やっぱり営業なんで、すごいね、気持ちいい言葉をかけてくるんですよね。先生、みたいな感じで。で、いざ、代理店になった後に、そのノルマを達しないと、すごいクレームを言ってくるんですよね。そんな何件も取れないのか、あんたは、みたいな。結構ガラッとね、態度が変わるとこもね、見てきたことがあるので、私がやってるところは、保険のね、ノルマはもう絶対課すなと。そうだったら、その保険代理店を、引き受けてもいいですよっていうような条件でやってるので、その正確な厳しいノルマっていうのはないんですけれども、その中でもね、やっぱり先生、もっと営業してくださいよっていうようなね、こともあるんですよね。で、その時の切り口として、法人の節税保険、節税対策、決算対策として保険をなんで進めないんですかっていうのをね、昔よくね、言われました。保険会社はね、保険を売るのが仕事なので、代理店に対して、保険を売ってこいと、いわゆる葉っぱをかけるわけなんですよね。でもこちらを引き受ける代理店側からすると、例えば経営者にね、保険の話をいきなりこっちから持ってった場合ね、保険の営業かみたいな感じでね、絶対嫌がるんですよ、向こうは。顧問先が入りたいと言って、こっちに話来る場合にはいいんですけれども、こっちからね、保険どうですかみたいな感じで言ってたら、本当にお宅の本業はね、税理士なのか会計士なのか、保険代理店なのかどっちなんだっていうような感じでね、逆に信頼をね、失ってしまうようにもなりかねない、逆に信頼を失ってしまうことにもつながりかねないので、あまりね、私の場合はそういった保険の売り込みはしていないんですが、節税保険というところはね、よく言われていました。何がね、節税になるのかということなんですが、私はね、節税とは思ってないんですけれども、今日もちょっとクリップを用意しました。まずね、この決算対策として、この×1年にね、売上高が例えば5000ありましたと。そういった時に、この保険、節税対策として入りませんかということで、入ったとしますね。保険料一括払いで2000。これは家庭ですね。支払い保険料として、費用になると。これは法人税法上も損金になるという前提ですけれども、5000から2000を引くことで、税前利益が3000になると。法人税が 30% という仮定を置けば、法人税が900となって、税引き後は2100ということになります。いくら節税になったのかというと、節税入らなければ、保険入らなければ、売上高5000に税金がかかるので、この青字のところですけれども、30% をかけた1500。これが保険に入らなかった場合に、負担する法人税額となります。ただね、×1 年度ではこの保険料に2000円入った。支払い保険料2000円入ったので、この2000の 30%、600円分だけ法人税が抑えられたと。こういったような図式になります。この×1 年の法人税900というものは、この1500から600を引いた900と。こういったような関係性になります。ところがですね、保険というものは、解約ということがあります。これもその解約返礼金がある前提の保険なんですけれども、右側の損益計算書。これは解約時の損益計算書だと思ってください。例えば5年とか10年後に解約返礼金があるというパターンなんですけれども、この時の解約時の損益計算書の売上高が3000でしたという前提ですが、保険のこの解約返礼金、支払い保険料2000に対して 100% の解約返礼金というものはなかなか現実的ではないので、ここでは仮定として 90% の解約返礼金という前提ですけれども、雑収入として1800が、これは収入に上がるんですね。当然、法人税法を計算する上での益金になるんですけれども、そうするとですね、解約時は売上高3000に解約返礼金の1800が足されて、4800が税前利益になる。これに対して税率 30% をかけると、1440円の税金となって、税引き後利益が3360となると。まあ、こういった結果になるんですね。この青字のとこですけれども、この解約返礼金があることによって、法人税が解約返礼金の1800の 30% 分、540ですね。これだけ税負担が増えてしまうんですね。この法人税1440というものは内訳を見ていくと、売上高3000に対する法人税が900、そして解約返礼金に対する法人税が540と、こういったように分解されるんですね。つまり、この赤い線のところを見ていただくと、保険加入時には600の法人税が節税、抑えることができましたけれども、解約時には540だけ税負担があるんですね。つまり、初年度、加入時には600抑えられたけれども、解約時には540負担することになるんですね。よくこの節税と言われているときに、この解約時のインパクトというところを考えないと、果たしてね、本当に節税になってるのかというところなんですよね。この解約時にね、この解約返礼金1800があるので、これに見合いの費用を立てなければ、節税した意味がないんですよね。だからよくあるのは、例えば、この社長に、いわゆる退職金代わりに、この保険に加入しておいて、解約返礼金1800が入ってきたら、退職金として1800支給して損金に参入させると。こういったようなことも取られますけれども、そのためにはこの解約時に社長が辞めなければいけないんですよね。果たしてね、数年後のね、もう本当に短い2、3年後であれば、そういったプランも立てられると思いますけれども、5年、10年のスパンで考えたときに、果たしてね、そううまくいくでしょうかね。この経営環境がね、目まぐるしく変わる現在ですけれども、その時にね、社長がね、優待できるかどうか、後継者の問題もあります。あとはね、例えば社長が退任しないんであれば、この解約返礼時にまた新たに保険に入り直すとか、そういったような対策もありますけれども、こういったようにね、解約時のインパクトを考えると、果たして節税と言えるのかという話なんですよね。初年度に600分抑えられたけれども、解約時に540負担が増えたと、そういったことで、いわゆるその繰り延べですよね。これがね、いわゆる節税保険が本当に節税になるのかというところの、簡単な、説例となっております。こういったことでね、その節税商品というものが、いわゆる法人税の、通達でもね、いろいろこう、できませんよというふうになってきているので、今はね、節税保険という切り口ではなくて、保証をしっかりつけましょうというようなことで、保険をね、今ね、法人に対して営業するスタンスになっています。だからね、今こう、例えば、法人のところで保険の方が来ても、節税のためにっていうのはね、なかなかこう、向こうもね、コンプライアンス上あんまり言わないようになってるんですよね。その社長とか法人の、将来の保証をしっかりしてますかっていう、いわゆる保険本来の目的での勧誘に今変わってきていると。これがね、法人保険の今の実態だと思います。さっきの記事のところのね、本来は保険の趣旨は保証なんだけれども、2月14日のバレンタインショック以降も節税商品ということで、ちょっとね、目立ちすぎた販売があったということで、金融庁から業務改善命令が出されたと、そういったような記事になっておりました。今回はね、その節税保険、実態はどういうものなんだというところ、私自身のね、保険代理店の、その経験も踏まえてね、話をしたんですけれども、こういったことはね、公認会計士の例えば受験勉強ではね、まず出てこないんですよね。もちろん圧縮基調とかそういったところでは似たような論点出てきますけれども、保険料を払った。じゃあ普通に費用に計上して仕分けを切ればいいんだねって、普通はね、簿記の勉強上は終わるんですけれども、それをね、じゃあいざ、経営にどうやって反映させていくのかというふうになった場合に、もう一個の論点として全額損金参入できないので、今の時期はね、全額損金参入できないので、何割を資産に計上しなければいけないのかとか、そういったようなところの確認も必要でしょうし、あとはこの解約時のプランですよね。入ったはいいけれども、将来のプランがあった上で保険に加入するのか、そういったところもね、その実際の実務をやっていく上では、もう一個別の視点が必要になってくると、そういったような話をしました。実際に実務でね、保険を使うとなった場合には、その単なる仕分け以上のことをね、考えなければいけない。また別の視点で考えなければいけないということを、今日は実務を通じて皆さんにお伝えしたいなというふうに思いました。なかなかね、保険代理店、もちろんね、事業じゃない方が保険代理店やってることもあるんですけれども、営業のね、スキルというものはまたそれはそれでね、すごい、身につけなければいけないなと思いますし、やっぱりね、その会計士とはまた違うね、視点でこう、保険の営業という分野のね、ことも勉強していかなきゃいけないなというふうには私自身も思ってはいるんですけれども、まあ、本業も別にありますのでね、なかなかこう保険代理店の方に 100% 力を持っていくということは、ちょっと今の状況では難しいんですが、まあ、皆さんもね、その仮に独立した時に、その収入源をいくつ持つかというところの話は、また別の動画でしたいと思うんですけれども、まあ、一つのね、その入り口としては保険代理店というところはありかなというふうに思っておりますけれども、行き過ぎたね、節税というものがやっぱりこう睨まれてちょっと潰されていくと、まあ、こういったような実態があります。本日は日経新聞のね、金融庁から業務改善命令が、節税商品、節税保険に対して出されましたよということで、動画にさせていただきました。この動画は公認会計士受験生や公認会計士に興味関心のある方に向けて役立つ情報や、会計士の実務を通じて思ったこと、感じたことなどをお伝えするチャンネルになっております。また新たにね、こう簿記会計のね、処理とか、ワンポイントアドバイス的なところもね、今後動画にしていきたいと思っております。チャンネルを応援していただける方はぜひチャンネル登録をしていただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。I talk too fast, but you helped me relax. Held the picture out so I could trace it.